岡市などで展開されている自転車シェアサービスチャリチャリは、利用者の要望を SNS で受けて進めている新しいポートを JR 博多駅周辺に開設しました。チャリチャリは福岡市内で4200台が稼働、駐輪ポートを694設置するシェアサイクルサービスです。運営会社のニュートは去年4月から福岡市内で新設してほしいポートの場所を LINE 上で利用者から募集していました。商業施設や駅周辺などを中心に現在5000件以上の要望が集まっているということで、今日は15カ所目として JR 博多駅周辺のビルにポートが新設されました。皆さんの移動で便利になる、使っていただけるということだけじゃなくて、もっともっとどうやったら福岡の街、博多の街が元気に楽しく移動できるようになるか、人がこう新しく動かれるだろうかと。 LINE 上でのポート新設の要望は今後も受け付けていくとしています。